4月11日土曜日、碧町にある被災中央スポーツ公園内プールのリニューアルオープンを記念し、施設の無料開放が行われました。被災中央スポーツ公園内プールは平成2年7月に旧被災市の市制施行20周年事業としてオープンし、今年で26年目を迎えました。この無料開放はリニューアルオープンを記念するとともに、市民の皆さんに新しくなったプールを PR し、今後のさらなる利用を促進するため、7月11日と12日の2日間にわたり行われました。リニューアルオープン初日となったこの日は、朝から晴天に恵まれ、絶好のプール日和となり、会場前にもかかわらず、プール入り口前には水着姿の子どもや保護者、学生など、リニューアルオープンを心待ちにしていた多くの来場者が長い列を作りました。来場者はゴーグルや浮き輪、ビート板などを持ち、それぞれお目当てのプールに一目散に駆け寄り、待ちきれない様子でプールに入っていました。中でも全長123メートルの流水プールは、開場直後から多くの人でにぎわい、浮き輪に身を任せぷかぷかと流れたり、一生懸命に泳ぐ子どもの姿も見られました。子どもたちに人気のウォータースライダーも色鮮やかにリニューアルされ、子どもたちは心躍らせている様子で、赤の方が早かったや、もっと滑りたいなど、新しくなったウォータースライダーを楽しむ子どもの声も聞かれました。プール周辺には休憩ベンチが増設され、日よけテントも張り替えられるなど、子どもたちを見守る保護者や休憩時間の来場者も過ごしやすくなった被災中央スポーツ公園内プールをぜひお楽しみください。平成27年公開日は8月31日まで、時間は午前9時から午後5時までです。